サイバーフィジカル空間で発生するデータ量は加速的に増加しています。一方で、虚偽の情報や不正確な情報はデータへの信頼性を低下させ、社会経済活動に悪影響を及ぼします。例えば、大雨で増水した川を見た人が、洪水が発生しそうというメッセージを SNS に投稿します。情報が不足する災害時には、洪水が発生したと誤解される懸念があり、一般市民の不安を煽るばかりか、誤った行動が社会、経済の混乱を誘発します。どのようにしてこういった問題を防げばよいでしょうか。この例の場合、投稿メッセージの真偽を検証する情報が十分得られないことが原因です。閲覧者に対して、情報の根拠となる河川の水位は低い、避難情報なしというデータの発生源及びデータの生成プロセスが確認済みであることを即座に提示できれば、閲覧者は安心し、誤った行動を取りません。私たちは従来のインターネットの機能に追加する形で、サイバーフィジカル空間のデータを確認可能にするアーキテクチャーの実現を目指します。本アーキテクチャーは、データに対して人や物が確認したことを示す、いわゆるお墨付きを付与し、それら根拠の関係性を紐付けて共有する仕組みを提供します。例えば、河川が増水した場合、設置されたセンサーから水位情報、専門機関から発行される避難情報、近隣住民からのメッセージなどのデータが生成されます。これらのデータに、実際に発信した人、データ発行のプロセスに関わった現場管理者がお墨付きを与えていきます。また、付与に関与した現場管理者が有資格者であるかなどの関係性を紐付けします。そうすることで、確認可能なデータの連鎖を構築し、データの確からしさを補強していきます。その上で、確認済みのデータを閲覧者に対し、理解しやすい形式で提示します。閲覧者は投稿メッセージと確認済みのデータを比較することで、混乱なく冷静な行動を取ることができます。インターネット上に流れるデータの確からしさを利用者が多角的に検証、判断できる仕組みを提供することで、社会経済活動の健全化に貢献していく。これこそ私たちの目指す、人々が安心して利用できる信頼できるインターネットの在り方です。